はい、どうも A です。ドラフトかっこ社会人のみでペラントをセースやっていきたいと思います。日本シリーズ初めての優勝、うちがねまさか優勝できるとは思わなかった。俺も思わなかったし、みんなも思わなかった。去年49勝90敗、勝率3割5分3厘から76勝64敗、勝率5割4分3厘、勝率的にはそんなに高くないなあ。だって勝ち越し12、貯金12か12で優勝って結構少ないんだね。やっぱ80勝が優勝のラインってよく言われてるんで、まあ、それよりは少ない。まあ、全体的に接戦だったことが良かったのかな。最下位でもだって4割、去年の1位から2位の間に全チームいるからね。1位から6位まで勝つことができました。じゃあ行こうか。第1戦目、4番センター大谷追与ここ大崎で行こう。絶好調パワーを使おうか。道下絶不調だな。福祉が好調か。でも運野も好調なんだよな。藤を使いたいな今日。絶好調だが使うとこがね。ショートはな、井端をショートに回してでセンターに藤井亮が今日で1番藤井で。向こう大谷いたのか。これ大谷投げてくんな。日本シリーズで1戦目か2戦目かに投げてくるのか。多分2戦目投げるのかな。それか6戦目か7戦目だよね。 DH ない時に投げた方がいいからね、絶対。 DH あの二刀流っていうのはまさかジャイアンツに大谷がいるとは。でも巨人を倒して優勝するっていうのがやっぱ一番いいからね。誰だ相手は。岡田ってどの岡田なんだろう。あの岡田かな。あの岡田とのあのカープの岡田かな。右投げだったし FA で来たのかな、カープの岡田が。チャンスで見ていこうか。その前に向こうの宇津井よ。なんだこいつ、高額持ちだし、かも16盗塁、守備うまいし肩強いしレーザービームだし。おお、2番はそんなに。ああ、ついよ28盗塁してる。しかも足が速い。4番大谷は9勝9敗、2割8分3人10本、そこまで打ってない。まあ十分なんだけどね、これでも。だからそこまでは打ってないよ。守備うまっ。おお、足が速い。なんか全体的に足が速いな。キャッチャー D、 岡田はカープの岡田な。これは伸び B ついてるってことは。園部がいたんだ。守備がうまいな、全体的に守備のうまいチームですね。ツーシーム5点台。ああ1点台いいな。中川やっぱ強くなるよな、パワープロって。中山、ああ、東だ。今ムーって、ああ、今ムーはあの今ムーね、巨人の今ムーね。よし、チャンス。なんで代打だ、なんで勝手に代打使った。お前こいつの代打はいいけど、なんでゼフチを代打に使ったのか、わけがわからないよ。ここ代打使うなら、神内か。チャンス F だからな。でも代打まだ大番狂わせ持ってるんで、ここで使いたいけど、先頭バッターとか、次の、そう、まあ、とりあえずここはまず神内。ここは神内、チャンスで3割5分3厘打ってるしな。向こうは岡田を変えねえか、まだ。ここ点取ったら多分岡田変わると思うんだよな。よし、ドロップカーブやだな。でもそんな変化しねえな。スライダーは捨てよう。よし、越えろ。大谷はあんまり守備やばくない。よし、普通にフェンス歩くと足遅い。よし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 、ここは代打でしょう。ここで立山使うか。ショートは井端がいるでしょう。キャッチャー上内、キャッチャー入ってもらって、いや、キャッチャーはあ、上内入ってもらって、あ、上内、あ、キャッチャー入るか。でファースト
うーん、セカンドがいねえのか。なんで代打送ったんだろう。なんでうちセカンドいいの。あ、セカンド竹岡がいいのか。え、セカンドこいつか。なんで代打送ったんだよ、セカンドいないのに。じゃあもうここは竹岡で行くしかないな。そのままセカンド入ってもらおう。セカンド G のこいつしかいないのに、なんで。バカか、もう絶対バカだわ。誰だ代打したやつは。お、ど真ん中。え何してんの。何がしたいんだこいつは。バカなのか、バカなのか。池藤は絶好調。お、スクイズ。何してる、だから何してる、何してる、何してる。なえバグこれ。何のバグ、意味わからないんだが。なんでなんかセーフティースクイズの2連続で失敗するっていう。バカ、バカなのかこいつらは。なんでセーフティースクイズもう一回した。さすがに一回セーフティースクイズ見せたらもう一回するとは思わない でしょうけど、いや絶対ミスだろ。バカだった、やっぱりバカだったこいつら。よくお前ら日本シリーズ早かった。よく日本シリーズ来れたな。よく日本シリーズ来れたら本当に。うちのこんな粗相な野球をして岩田のおかげだぞ。お、いいのチャンスに弱いからな。だがホームラン、はい、強い打ち。また代打だし。まあ、いいでしょう。よし、攻め勝った。まさかここで2連続スクイズするとは思わなかった。誰も思わなかったな。バカしかいないだろ、2連続スクイズするやつ。道下がそして前日2日の怪我をした。2戦目、先発は校長がいなくなったんで大金で行きましょう。あ、道下の代わりショート誰やってるんだっけ。あ、岩田ショートにしたかったか。ショート誰持ってるんだろう。竹岡か。竹岡でもまあいいか。竹岡ショートやってもらうか。東京ドームです。え、じゃあ岩田がショートやってるのか。あ、岩田がショートでレフトに藤原が入った。あ、全然いいと思う、この打順。いけいけ、頑張れ。よし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 、勝った。はい、勝った。大谷翔平。おい、茶髪やめろや。巨人軍はもう茶髪禁止なんじゃなかった。読める巨人軍は紳士たれ。紳士だからもう茶髪にしろよ。茶髪にしろやじゃないわ。紳士だからもう茶髪にしちゃダメじゃないか。賭博もしちゃダメだからね。ああ、1週間経過した。うちの主力がだんだん減っていくんだが、1人ずつ。これ絶対ジャイアンツ。うわ、絶対ジャイアンツのこれ陰謀だわ。うわ、なんかあれでしょ、弁当を差し入れして弁当に毒薬入れるみたいな、そういうことしてるでしょ巨人。悪っ、やっぱ巨人ってクソだわ。やっぱ巨人ってクソだな。そういうことしてくるからな、ずるいわ。試合中に相手を、おお、二刀流二人いるじゃん。ジャイアンツ二刀流二人いたんだ。言ってよ。それ聞いてないんだけど、二刀流二人とか。うちはもうサードもいねえし、井端がサード守るし。これサード G9 だぞ。こいつ G4 なんだよな。サードがいないんだよな、うちサードがいないんだ。トーマスがサードやる。サード上げないといけないな。ちょっとサード上げてこようっと。うちはサードがいねえ。8日か。8日でもシーズン終わるな、これ。もうお前はもうバイバイだ。サード誰かいる？いねえじゃん。普通にうちサードいなかった。控えのサードがうちいねえ。やばいぞ、このチーム。やべえ、サードがいねえ。どうしよう。日替わりサードでやるしかないな。調子いいやつをサードで使っていくぐらいか。神内サードで使おうか。サードの守備がちょっとゴミだけど。怖いな、サードの守備。サード G4 だからな。サードに飛んだら内野安打だな。サードに飛んだら内野安打って。もうだってアマチュアがサード持ってもんでしょ。
ほとんどサード経験したことのやつがいきなりサード守らされてるみたいな。山田哲人がサード守るみたいな感じか。山田哲人が WBC でサード守るみたいな、そういう感じです。うちはもう WBC 仕様だから、うちは WBC 仕様だからね。向こうの二刀流の安藤って気になるな。しかも大谷結局投げてないし。あ、ちょ、安藤くん見ようぜ。安藤くん、なんだこいつは、なんだこいつは。あ、こいつあれか、あのあいつだよな。俺がサムネにしたやつだっけ。ミート S100 だけど、それ以外がゴミすぎる。なんだこいつは。24歳か。なんだこいつは。パワー上げろ、パワー。パワーが弾道を上げたらもっと打てるでしょ。2割0分3厘しか打ってない。しかも3番だし。よう分からん、ジャイアンツの監督の考えてることは。うちには分かりません。たい、いけいけ、頑張れ頑張れ。あー無理だ。やめてくれやめてくれ、虐殺しないでくれ。ちょっと待って、やばいぞ。いやマジでここで優勝しないと絶対無理だ。これでこのシリーズ優勝できなかったら、多分もう一生勝てねえ。もう一生勝てねえや。ここで優勝しないともう一生勝てねえ、そんな気がする。ここでイークラ対戦、ショートイバタだな。神打ちサード、外野を立山使おうか。向こうは竹林とか絶好調だったな。あのかたくなにあの DH を使ってくんだな、あいつ。二刀流はあの DH を使ってくんだな。ミート S100 は分かるけど、絶対3番にしない方がいいと思うんだけどね。7番8番ぐらい買い出せを出した方がいいと思う。あと DH 使うのもったいないと思うよ。ミート S100 なら4割ぐらい打てないのかな。ミート S100 で4割とか打てないの。てかミート S100 で得能持ってたらミートって100超えんのかな。プラスってマックスが100なのかな。どんだけ得能あっても S100 だったら変わりないのかな。そこら辺ちょっと知りたいな。誰か検証してくれ、暇なやつらは。いけいけ、頑張れ。あ無理だ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 。積んだ積んだ、ふわふわドキドキ内緒ですよ。いや、もうこだ、オリックスの球場で。あ、そう、山岡と田口が一緒にいるんだ。オリックスの球場で完封しやがって、完封じゃ、完投しやがって。日本シリーズで、まあ日本オリックスにいたら日本シリーズ出ないからな。よかったな。ワンチャン出れる可能性もあるのかもしれないが、果たしてどうなんでしょうか。その前に FA するのが先か、どっちが先か。俺は大崎を使う。ここで後がない。ここで上内サード、上内サードがこれやっぱ効いてんのかな。ダメなのかな、やっぱ上内サード。やっぱりサードの守備がちょっとゴミすぎるっていう。だからうちサードいないんだよな。大谷ピッチャーの時 DH 解除した方がいいと思うけど。大谷安藤のリレーしたらよくね。あ、二刀流二人いたらね、二刀流二人いたらねえじゃないわ。二刀流二人いたら DH 外して二刀流使っても、中継ぎでもその二刀流が使えるから結構いいんじゃないの。二刀流中継ぎに、先発中継ぎ二刀流作戦っていう、その試合はもう二刀流のやつらしか使わないから、実質 DH 使ってるみたいな感じになるっていう。まあそれならセリーグにおいて DH なしで使った方がいいと思うんですが、果たしてどうなんでしょうか、皆さんの意見は。パリーグの二刀流ってどうしたらいいんだろうね。難しいよな、やっぱり。やっぱり二刀流の存在意義ということは、やっぱり投げながら打つっていうのが意味あるじゃん。大谷みたいに、まあ、あれも二刀流っちゃ二刀流なんだけど、なんかチーム貢献度的にはそこまで高くない気するんだよな。まあ、ただあんだけ打てる選手とあんだけ投げれる選手がいないっていうのはあるけどね。まあ、そういうことはあるけれども、頑張れ頑張れ。よし、第5戦勝った。これで2勝3敗。次の試合勝って同点に追いつこう。藤尾はツーラン打ってる。藤尾スタメンか、これ明日。フラグ立ったな、筋を。藤尾が明日大活躍する。フラグ立ったわ。明日なかったわ。試合なかったわ。フラグがへし折られた。フラグがへし折られた。一瞬で。一瞬でへし折られたフラグが。ここ大崎使いてー。絶好調勝つき使いてくる。大金でいこう。安牌に。安牌にね。やっぱり、采配の難しいところって、ここで、突拍子なことして、失敗したら監督が叩かれるじゃん。それを逃げて、あえて調子が悪くてもこういう大金に先発するっていう。やっぱ俺ちょっと逃げだな。これは逃げの采配だと思う。でも俺は勝つためには逃げの采配でもいいんだよ。勝てばいいんだよ。勝てば勝ちゃいいんだよ。勝ちゃ。今日はちょっと藤尾ちょっと一番起用します。多分藤尾が今日8本ぐらいホームランですから、4打数2安打8本塁打とかするから絶対勝てる。藤尾が頑張れ。
全盛期藤尾ならいける。全盛期藤尾なら3打数4安打とかいけるからな。今日日本一決めません。日本シリーズ第6戦の模様をいくぞ。ジャイアンツの先発は勝利を呼ぶ投球岡田。勝利を呼ぶ投球とかそんなのあんの？どうやったらその称号もらえるの？さあ間もなく試合開始となります。うちは伸びる剛速球大金。よし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 完封。おーにやっぱ勝ちゃいいんだよ。勝ちゃ勝ちの采配、今のが勝ちの采配ですね。まさか大金完封。大金もう試合行くか。もうお前しか頼れねえ。俺はもう1試合投げてくれ。お前ちょっと先発もう1試合投げてくんねえかな。大金もう1試合投げてくんねえかな。マジでこの試合勝たなかったらもう終わりだからな。なんでこんなみんな調子悪いんだ。塩やか、行かせるか。任せよっこは。無茶はさせねえ俺。怪我させちゃいけねえから、チームメイトに。チームメイトに怪我はさせるねえ俺は。竹岡ショートで行くか。藤尾はダメだ。ここはベテランの力を使おう。森の活躍してくれ。森をめっちゃよくのいい選手だったの。頼むぞ。うわー、向こう二刀流、これ勝った。これ絶対ゴミ。このピッチャーは絶対ゴミだった気がする。よし、勝った中。よし。我が軍の勝利は、確信に変わったね。今のは。今のピッチャー見た瞬間にね、勝利が確信へと変わった。よし、東京ドームで場外ホームラン打とうぜ。東京ドームで場外ホームラン打とう。あれ何なんだろうな、あれバグ、絶対バグだよな、あのバグ。場外ホームラン打つバグ。俺も東京ドームで場外ホームラン打った男だからな。そんなやつ、もういねえだろ。もう一生出てこないだろ、そんなやつらは。頼むぞ。頼むぞ、よし。よし、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 よし。よし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 大きいの。ショートに道下した。よし、守備固め。ここはやっぱ抑えを出さないとね。最後の最後なんで。牽制アウト。第9投げた。もう。いけ、ゴーゴー。39歳だからなこいつ。サード、あーそうか、サード守備が G4 だった。 G4 って多分足動かないだろうね。おじいちゃんだからな。あ、レフトに井端がいるのか。センターは井端だな。頼む頼む頼むぞ白井は。いやでも10点あるからさすがに大丈夫だ。向こうのピッチャーが炎上したんだろう、どうせ。ほらみー、5回5失点、2回3失点、1回3失点、雑魚。うちの打線がやばすぎる。うちの打線がやばすぎる。やっぱ立山、今日立山使ってよかった。立山使ってよかった。俺の采配のおかげだな。めっちゃ牽制すんな。やっぱ39歳だからな。やっぱ39歳にもなると牽制もいっぱいしないとね。普通に投げるだけじゃやっぱ抑えれないから。ほら打たれた。センター足が速いがフェンス上エレクト。二塁アウト取れる。無理か。もう俺はもう変えねえ。俺はもう動かねえ。俺はもう動かねえ。俺はもう絶対こいつに。ほう、サイクルヒット達成。日本シリーズでサイクルヒット達成したことある人っていんのかな。まあ、ここ今年はサイクルヒットいっぱい出てるもんね。最近で言うと誰だ、え、今年誰がやったんだっけ。平田、山田哲人、あれギータって今年だっけ、去年だっけ。ギータって今年か。今年ギータと
山田と平田がやったのか。急にねサイクルヒットの急に出てきたよね。それまで全然人いなかったのにね、確かやった人が。よーし頼むぞ、高速スライダー、よーし、よっしゃー、あーつらかった。いやー今までの縛りで俺の中で結構一番つらかったかなこれ。最下位で 10年ぐらいずっと最下位だったもんね。なんか毎回言ってる気がするけど、毎回これ一番つらかったなーって言ってる気がするけど、いやでも前よりなんかだってポスティングも出たし FA もだって4番さ、なんかもう主力がポスティングで出まくったじゃん。まさかあんなポスティングで出てくとは思わなかったよな。なんなんあれ、2年連続ポスティングで出たしな、素晴らしいと思った瞬間にいなくなるからな。やっぱ守備がゴミでもやっぱ打撃が良かったら勝てんだね野球は。野球やっぱ打撃やわ、打撃18本ヒット打ちゃ勝てんだよ。よーし日本一ありました、あぶねー、よかった。なんだなんだなんだ、お前引退したのか、マジか、おーお前帰国したのか。なんなんだお前らは、なんでお前、やっぱこれ俺がなんだよお前その顔は、なんだお前それ途方法みたいな、あ優勝しちゃいましたみたいな、優勝するために帰ってきようとしたら優勝しちゃいましたみたいな感じの顔するな。へえすごいな、その同じ時期にこう俺が優勝するときにちょうどそういうのが起こるという奇跡。じゃあうちの成績を見ていこう。交流戦は3位か、対戦表、楽天が同点でライオンズで巻き越してんな。試合別知る、ホームで勝ってる、ホーム6割、延長では結構負けてんだな。ナイトゲームの勝率が高い、1点差勝敗は低いんだ、無失点勝利結構高い、最多連勝は9連勝、最多連敗は8連敗、結構連敗してんの。投手成績 3.30、 いいね、打撃もいいね。楽天すごいの、打率少ないのに、あでも得点はそこまで少なくないのか、言うても打率は低いが。規定がだって4人もいるな、もううちがありえないもんね。 3.98 3.23 2.99、 あいくら2点台なんだ。大崎 3.18、 大柳も141イニング、あと2イニングで規定で 3.51 だもんね。こいつ塩谷も頑張ってるしね。長寿もすごいな、 1.582.842.61、4点台、3点台、6.692。こいつはゴミだな。こいつはずっとゴミだったな。こいつの通算成績どんなんだろう。高いっす。クーリニック。ハヤロやっぱすごいよな、こいつ。なあ、こいつ強いな。14勝。ずば抜けた成績を残したやつはいないんだな。登板も一番上が39登板って、やっぱ俺中継ぎはちょっとうまく調整できたね。中継ぎの酷使はあんまりしなくて済んだな、今年は。扇風機ついてるが3割2分1で23本84になって38盗塁。めっちゃ盗塁じゃん。盗塁終わるんじゃないこれ。ワンのちゃん盗塁終わるよね。トリプルスリー狙えたんじゃないかこいつ。惜しいな。あと7本ホームラン、トリプルスリーじゃん。パープルでトリプルスリーってめっちゃ難しくね、すんの。あんまりホームラン打ちすぎたら盗塁できないしね。めっちゃこいつ盗塁するじゃん。なんでそんな塁出たんだろう。あ、選球が持ってるからか。3割0ブロック人。122打点ってすごいな。チャンス F なのに。森野は頑張ったな。森野結構いいよな。2割9分9人13、56打点。2割8分1人9本。すごいな。赤徳と金徳がすごいことになってんな。キャッチャー A、扇風機。めっちゃ劣れたな、こいつ。超早熟か。トーマス。道下微妙です。エラーは多いの。阻止率はどうなんだろう。壁打ちキャッチャーちょっとやってるんだ。
3割6分8厘、なかなか高いんじゃないか。果たしてタイトルは誰か取ってるんでしょうか。 FA か。 FA したら通算席見れないんだっけ。マジか。 FA するな、やめてくれ。あ怪我から紛らわしいところで怪我復帰するんだ。あ、ここは何年か、年間発射じゃないか。年間発射が関係ないもんな。FA しないか、年間発射じゃ。清宮。うちからは岩田といいの、2人か。優勝チームなのに。ゴールデングラブなしだし。お、MVP いいの、新人王福士、打点王いいの、盗塁王岩田、最短打岩田、最高出塁岩田。いいね、ピッチャーは特にいないと。よし、終了。13年で優勝か。言うて、じゃあ、あれか、ドラフトのみもそんなもんだっけ。でも、ドラフトのみの時は、なんか、もっと優勝できそうな感じがあったもんね。いい選手とかも結構作れたしね。宮田くんとか作れたからな。でも、今回は全然特になんか、選手を育てたっていう。大金30歳 3.23、14勝。大崎28歳 3.18、11勝。イークラ29歳、2位アンダースローからお前アンダースローだったの。岩田31歳、サマリズム23、38勝利。イーノ31歳、サマリズムブクリ34トール、34大再生。森野26歳、サマリズムブクリ26本96打点。ウンノ32歳、2割9分13本56打点。道下27歳に、お前よう出てこれたな、お前そんなドヤ顔で。小松原、お前も、まあお前はこういうお前キャッチャー A だから許してあげよう。下野とか出してあげてほしかったな。昔から初期メンツで頑張ってくれてんだから。毎回言うこと言います。あのこの座ってるやつの手と足の動き気持ち悪い。ペナントブレイス13年、日本一1回、クライマックスシリーズ優勝1回、リーグ優勝1回。俺の日本シリーズの優勝確率結構高い気すんの。ファン最高記録、46,790人、所持金最高金額、いらない。ドラフト当たり1回 20%、あんまり競合はしなかったのか。社会人ってなったらあんまり競合しないのかな。大学生高校生あたりが競合しやすいのかな。ドラフト獲得人数61人、ペナントプレイ時間8時間39分、ペナントセーブ回数13回。日本シリーズ賞ペナント優勝、日本シリーズ野手で、あ、野手で日本シリーズ MVP だ。誰が取ったんだろうと。9回全体日本シリーズ、あ、イバタか。クラマックシリーズはないのか、別に MVP は。何見ようか。まずじゃあ、まあ歴代いつもの通りに歴代通算メンバーを見ていきましょう。うちのやばいな。通算勝利496勝1332敗、最高連勝9連勝、最多連敗122連敗。よく優勝できたな、こんな弱小チームで。はい、俺が先発して1勝142敗という。まあ、1勝したからね、実質優勝みたいなとこあったからね。よくこのメンツで、よくこのメンツで優勝できたよな。優勝じゃない、優勝はしてねえわ。1勝できたよ。でもホームラン打ってんな、意外と。2割並ぶ5輪打ってるやつ、2割並ぶ5輪3本打ってるやついるからな。19歳で2割並ぶ5輪3本打ったら絶頂だよな。そして、ここでピッチャーが増えたのか。だから防御率が悲惨なものです。品川くんが0勝26敗8ホールド。立山、伊予、下野、ここ初期イベント3人か。初期イベント3人。こいつはでも3人とも結局活躍したからな。すごいよな、3人とも活躍するって。基本的に俺的確に野手は活躍したんじゃないの今回。みんな、野手って基本的そうか、活躍するか。浅山さんが入った、ここで。あと白岩か。白岩が抑え。白やっぱオールドルーキーだったんだな。入った時が30歳か。で、杉下が入ってきたのか。新人王を取った杉下。木が3割いってる。下野と立山がゴールデングラブ。ひどいな、ここら辺まで。ピッチャー陣がボコボコだもんね。あ、早野が入ってきてる。でも7点台だからな、あの早野でも。そして大塚さん。大塚さん2割ならばいいね。打撃はそこそこ頑張ってんだな。あ、チューバチもここで入ってきたんだ。チューバチ、ここら辺全員主力なってもんね、今のところ。このメンツ、野手は。当初は結構ちょっとダメな人も多いけど、ダメというかあんま活躍できなかった人も多いけど。白岩がちょっとここから頑張って出したのかな。まだまだピッチャー陣は壊滅ですね。
で、ここで、ここで誰だ、うんのか。で、うんのも結局最終的レギュラー取ったからな。うんのドラフト下位だったよな、結構。23年、白岩が防御率 2.20 と1人ずば抜けた成績を残します。そして、杉下いいね、3割10本打つ、26歳で。で、立山、中鉢が2割9分15本、伊王が3割、17本、大塚3割打つ。ここで小松原加入、ホームラン22、ここでいいのも加入か。で、うんのか。もう全員レギュラーだもんな、うち野手。野手取ったやつ、取ったやつ全員レギュラーっていう、すごいな。白岩が防御率 0.98 って化け物だな。鶴井とかもいるけども、まだそこまで活躍してないか。まあ鶴井はそこそこ活躍してる方か。3点台、うちの防御、うちの先発の 9.51 とかいうバカどもと比べたらな。あ、違う、どこだ、これか。で、杉下とても、ああ中鉢が3割20本、あ、井端がここで加入したんだ。井端は初年度から12盗塁してんだな。でいいの、もうこれでレギュラーがある程度これで固まってきたのだな、この年は。もうこれで、で25年、7勝9敗、まあでも5点台か。中継ぎがすごくなってきたな。白岩、浅山、三上、打撃もいいね。2割並ぶ12本3割13本、3割1分4厘18本、109打点、2割8分25本、2割9分4厘19本、2割8分4厘36本、2割8分2厘13、2割8分4厘、すごいな、この年の打線。運のも3割6分1厘打ってるし、この年の打線すごいな。伊王が24年にコンバートしたんだ。で、GG 取ってんの。で、26年、先発がまだまだゴミですが、大金さんが出てきたのか。大金さん、でもいいね。4点台だから全然いい方だな。中継ぎ、まあまあまあそこそこ頑張ったけど、白岩が今年ダメだったのか。そのところ26年はダメだったんだ。ここで杉下がめちゃくちゃいい成績残したのか。これで杉下がポスティングでいったのか。3割5分1に打って。で、大塚2割8分、2割9。伊王も3割100打点。小松原も100打点。小松原、この頃はまだ扇風機もついてなかったからな。将来の大砲候補と期待されたんですが、扇風機がついてしまう。あと、いいのもそうだな。扇風機ついちゃったしな。運のは2年連続代打で結果は残してるんだな。で、27年。大柳、大金、10勝。でも4点。まあ4、うちでも4点台あればいい方だ。白岩が微妙ですね。鶴井が 1.68、2.5、中継ぎはやっぱり活躍してるの。そして、ここで、杉下がいなくなったセカンドに、中鉢が入ったのか。大塚じゃない、基本的に多分大塚をセカンドで使ってた気がする。で、道下が一番入ったけど微妙だったら、まあ一応新人王か。これショートするまで誰がやってたんだ。あ、大塚をセカンドに回して道下はショートにしたのか。で、中鉢が3割4分40本109打点とかいう素晴らしい成績を残して、あのポスティングでどっか行ってしまうという。で、伊王が3割16本いいのが2割9分16本小松原2割3分でも2割3分でも30分だったらいいしね。下野は安定してるな。2割7分2割8分2割8分2割6分2割9分2割4分下野安定してるな。で、28年、大金、大金さん、やっぱり大金さんってやっぱいいピッチャーだな。大崎もなんだかんだ意外といいピッチャーだな。で、宮原とかも来たのか、出てきたのか。白岩がちょっと乱調だな、この年。5.14 ってひどいな。で、ここで中鉢がいな、ポスティングでいなくなる。で、井端が覚醒してくれてよかった。2割7分9分20本打ってたんだ、その前の年から。まあでも覚醒したね。3割1分25本って一番バッターとしてね。で、伊王が3割10 18本で、立山2割並ぶ、下野が頑張ってる。下野は安定している。小松原下がったな。これいいのが今年ちょっと下がったんだよな。で、運のは相変わらず代打で結果を残してるので、29年、ピッチャー陣があんまり良くない。じゃあこの年は打撃が確か良くなかったのかな。で、ピッチャー陣がそこそこ抑えても、うちレベルでは抑えてる方だな、これは。うちでは抑えてる方ですね。あ、打撃が一気に落ちたな。ここら辺から一気に落ちてるよな、打撃。ドーンって。1番が2割1分8厘。井端も調子落としたしね。で、まあいいのがちょっと頑張ってくれた。あと、運のも頑張ってくれたな。ここで伊王がポスティングに行ったのか。森の小松原も調子落としてるしね。もしかしたら調子落としてか、もう成績が落ちてきたのか。
もう衰えが来てたのかな、超早熟だったし。で30年今年謎の覚醒を遂げた先発陣、謎の、本当謎だよな、なんで活躍したんだこいつら。そして40歳の白井は長寿おっさんリリーフが頑張り優勝することができました。あと打線も良かったしね、岩田が2番で38通り、1番運の2割9分13本、2番岩田2割3分2厘23本38通り、3番森の3割0分9厘26本96打点、4番いいの3割0分6厘34本122打点、いいねいいね。まあこんな感じですね。通算成績は品川が1198、防御率はひどいな相変わらず。大金がでも4点台だからもうちょい下がってくれるだろう、こっから多分下がってくると思う。大金でも球は速くないんだな、スタミナはあるけど142キロだけどストレートのキレがあるっていう伸びがあるタイプだな。28歳、30歳か、中継ぎ陣も結構打たれ、通算防御率ひどいんだな。誰が一番ひどいんだろう通算防御率、こいつだった宮で100。でも白井はヒット防御率1030イニング投げて通算防御率 7.97 ってすごいな、やば。だから210セーブしてるかな、それでも210セーブしているという鉄人、打たれても打たれても投げ続ける鉄人。2000本安打はいないか、下野が1700、下野が一番多いんだ。いや下野はコツ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 頑張ってくれよな。でも12年目で1726安打ってよくね。あでも2000本は微妙だな、36歳だもんな、微妙なとこですな。立山はもう無理だ、岩田はいけそうだな、7年目で1100本だもんね。でも31歳か言うて、まあ、社会人だからな、全体的にみんなそんな感じか。通算率岩田が2割9分、2割8分、大塚2割8分、いいね、いいのが2割7分1厘。ホームランは小松原190本、打点は下野、あでも小松原結構いいね、小松原やっぱいいんだな。三振は下野1400、三振率は6割、まあ、ここら辺は置いといて、高えなお前、そんなホームランバッターでもないのに三振率が高え、小松原より高いからな、ホームランバッターでもないのに。通算 OPS 岩田786、まあ、こいつは1年間だけだからな。エラーは156、130、あとは歴代記録はまあいっか、ここら辺はいいでしょう別に適当で、うちで誰かこう、おお杉下がアンダー223アンダー打ってんの、うちで更新してる人があったら見ていくみたいな感じで、特にうちで、お三振、三振かい、三振ならうちいっぱいいるんじゃないの、あ意外といいね、あまあ3人ぐらい、堂林めっちゃ三振してんだか、2024年の堂林めっちゃ三振してるじゃん。まあ、特に更新してんのもいないでしょ、うち。登板とかなら俺が、おぉ、やっぱ、登板すっごいうち。久保田越えを9人作ったな。実質7人か。投球回数すっごい。関東143。敗戦142。すげえ、2021年、佐野が勝率、石川もすげえ。なんだこいつら。何これ1936年秋って、2シーズン制とかだったのかな昔は。被安打ここら辺はもう俺と白岩が独占してるじゃないかここら辺ここら辺俺と白岩が独占してるしね。あとなんかあるかな、まあこんなもんか。殿堂入り誰もしなかったからね、特に見れないし、選手名鑑のちょっと見てみる、いいのこんな感じか。フリースラインガーとかそこまで書いてないから、なんか面白いの書いてない。うん、あれと一緒か。うん、ドラフト入った時と一緒か。なんか
パワポタだったかな、選手名鑑結構みんな面白かったよね、パワポタの選手名鑑って。よし、それでは今回の、ドラフト括弧社会人のみでペナントを制すは、これにて終了となります。みんなが多分思ってるより早く終わったと思う。俺もだって早く終わった。途中を見てる人からね、見たら、いやもう絶対優勝できないだろうってことで意外と優勝することができたんで、まあ、思ってたより早く終わりました。次は何をやろうかな、外国人のみでペナントを制すでもやろうかなっていうふうに思っております。それじゃあ見てくださったみなさいさい。ちゃんとよ、最後だしちゃんとよと見せかけてバイバイ。